苦手な人が絶対やるべき練習だと思います、うん。皆さんこんにちは、マサキです。今回はブロックとカウンターの練習をガチでやる動画となっております。で、本当に試合前なんで、今実際にこの撮影してるのがよくあるパターン、戦術でそれに対してのブロックだったりカウンター、そういう練習を今回、やっていきます。で、今回練習相手にこの僕やってる卓球ねルーム MK というお店の火曜日と木曜日の個人レッスンとグループレッスンと、あとは健太塾の運営だったり健太塾の練習会のコーチをやっている山崎コーチが相手をしてくれます。直近の試合が T リーグということで、結構左利きの選手もすごく多いんで、まあ、左利きのパターンも今回もちろんやります。左利きと右利きを想定した練習をやるんで、ぜひ参考にしてみてください。バックにポンって出してもらって普通に打つ、サーブをポン、これバックに打つから、それをバックかフォア打って普通に一発打っていい。フォアでいいですか？フォアでバックフォアで、はい、バックフォアで。僕はこれをまあフォアに来たらなるべくカウンター、バックに来たらまあ普通のブロックはちょっと伸ばしをメインにやっていって、これのまあ想定としては右利きの選手に回り込んで打たれた時を想定しての練習となっています。もうめちゃくちゃ厳しくなるやつ。うん、こっちで、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。10月の健太塾の動画配信は、1本目がチキータを封じるサーブの配球、2本目がバック前に浮いたボールに対しての回り込んでのフォアフリックとバックドライ、3本目がロングサーブを出した後の待ち方と打ち方、4本目がフォアサイドに出たハーフボールに対するフォアドライブの打ち方、その4本を配信します。それに加えてサンダードプランでは10月11日の19時30分からライブ配信があります。嬉しいことに会員の方から健太塾のおかげで大会に優勝しましたなど報告をいただいております。引き続き質の高い動画を配信していきます。一緒に強くなりましょう。次フォアハンドでさっきと一緒でポンって出して、これフォアに打つからバックハンドに打って、はい、これが左利きの、まあ、バックでもいいし、回り込んでいる地域の対処、さっきの逆バージョン、ちょっとやってみよう。
見たい動画がブロックとカウンターが結構多いのかなと思ってやってるんですけど、普段あんまり今の練習は正直あんましないですあれたまにするんですけど、めっちゃやるわけじゃないです。でも苦手な人は絶対やるべき練習だと思います。その単純なんですけど、どっち来るか分からないところに瞬時にカウンターだってブロックする練習は絶対必要なので、このパターンは絶対試合の中であるんでおすすめです。次は左利き放送で一緒練習で、俺突っ込むから終わり。それこっちにドライブしてくんない、はい、まあ、速いドライブというよりループ、まあ、普通ぐらい、一発ではない、ループでもなくて普通の、はい、ちょっと詰まってる感じのイメージ。それに対して結構詰まったりしたらバックに返ってくることがこうやって多いんで、それに対してそれ結構チャンスなんで、それをバックでカウンターする練習をやります。これは完全に、まあ、実践に近い、僕がよくやる練習です。難しかった、今はもっと簡単な練習だったんで、ブロックは練習しなかったんですけど、難しかったら、ブロック、いけるんだったら、簡単っていう形で。だいたい厳しくついたら、もう簡単するっていう気持ちで待ってます。また左が想定した練習で、また続くから終わり。次、はい、一発打って。一発が普通に速いボール、はい、それをカウンター。でこれは左のバックダイブを思いっきりフォアハンドダイブの練習です。バックについて、それバックダイブ打てた時に、まあ、カウンターだったりブロック、その練習、これがラストです。4球目、練習ターンの4球目の練習です。ということで今回実践を想定したブロックとカウンターを練習したんですけど、
ぜひ皆さんもこれを参考にしてくれたら嬉しいです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。